はい、どうもこんにちは。今回はテイクジャンプ講座、テイクジャンプ講座、うん、テイクジャンプのやり方とか、まあ使うタイミングとかを、解説していこうと思います。解説っていうか、まあとりあえずやってみます。これどんぐらい、もう動画は撮ってあるんだけど、もう80キルした、あ、テイクジャンプを使って、まあ、80キルした動画はもう撮ってあるんで、それを後で載せるんだけど、まずはそうテイクジャンプがどれぐらい伸びるのか、あとテイクジャンプのやり方を教えていきます。はい、あ、どうしようかな。じゃあ こっからでいいや。こっからこの線からどんぐらい伸びるか、向こうに向かってやります。はい、まず普通にジャンプしたら、ここが、ここ、もう一回やってみるか。もう一回。普通にジャンプ。あ、そうだね、ここ。で、テイクしたら、こんぐらいか？もっと伸びるかな？もう一回やろう。あ、だいたいこんぐらいか？正直ね、そんな変わんないんだよね。まあ、BO2 だったら、まあ、こっから多分ここぐらいまで飛べるんだろうけど、今作は一応低空はあるっちゃあるんだけど、正直そんな伸びない、うん、伸びないけど俺は使ってる、うん、なんか普通にもう癖でね、癖で低空ジャンプしちゃうんだよ、意識しなくても。でその低空ジャンプのやり方なんだけど、まあ、普通に今作は強いから少しだけしか伸びないといっても、普通にこうやってジャンプしてピョンピョンってやれば、あれめっちゃ飛んだ今、ピョンピョンすればね、普通に結構いけるから、うん、これは普通に強い。まあ使う方法は、例えばこういう時とか、こういう時とか、こうやって、うん、曲がる時だね、こういう時、曲がる時、こうやって、うん、やるのがいいと思います。で、低空ジャンプのやり方なんだけど、まあ一番簡単に言ってしまえば、×丸×。うん。正直ね、俺も低空ね、×丸×で合ってると思うわ。うん。だから俺それでできてんだから多分合ってる。うん。ジャンプボタン、しゃがむボタン、ジャンプボタン。高速に押す、うん、そうだな、マウスの人はやりやすいと思うけど、パッドの人はねきついわ多分。普通持ちは多分無理だね、まあ、頑張ればいけないこともないけどきつい。だからパッドの人はモンハン持ちや、ボタン配置を変えたりしてね、うん、やるといいと思います。はい、まあ、そうだな、詳しくはまあ、もう動画撮ってあるんで、動画の方でも言ってるから、まあ、それを見てください。はい、じゃあ、解説は終わります。こんにちは。あ、失礼。はい、今回は、まあ、テイクジャンプ、やります。テイクジャンプの講座をやってほしいって、リスナーの何人からが言われてるから、ちょっとやります。まあ普通にハードポイントで、まあいつもよりテイクジャンプをね多用してね、ちょっと見せるんで、テイクジャンプをまあタイミングとか、やり方とかやります。よし、ここでテイク、おい、あ、今のはなし。よいしょ。テイクジャンプね。まあ、今作、そもそもあるのかっていう話。あると思ってる、俺は。うん、伸びてるよ。うん、伸びてるよ。多分。まあ、カスタマッチで確かめてくるか、後で。うん、伸びてると思う。まあ、正直 BO2 ほど強くはないね。でも強い。普通にテイクジャンプ、あれ、まあ曲がるときに使うね、基本は。よし、何、あー、こういうときに使うんだよ。ちょっとこれはあれだな、
まあ、これテイクとか関係ない、関係ない今のは、まあ、ちょうど今みたいにね、ちょうどよく来たらやばいんで、まあ、俺の配線紙でどうにかなったけど、いや配線紙は強えわ。いるな、うわ、よし、いたんだろそっちも。あれ、あーまだ総北いるのかよ。低空まだ見せてないな。あ、まあ何でもかんでも低空すればいいってわけじゃないからね。ああ場所と時を選んで、うわは持ってこないか、さすがに今です。よし、よし、いやまあ最近レクジション多いんでね、ああもう俺は使ってないけどたまに使うな、たまに。ザコガリの時はレクジションいらねえわ。あ、バツ丸バツね、バツ丸バツ。あ、追ってる敵を、よし。テイクジャンプあれなんで、テイクジャンプの後にエイマーせんのも大事だから。ちょっとおい、よし、テイクジャンプしたはいいけどエイムがグダったらね意味ないんで、テイクジャンプした後にエイム合わせるのも練習しておきましょう。ちょっとかぶいそうなんで、ちょっとこの辺にコストはね節約して、あ、おい、ナイス、危ねえ、いいんだろ、くす、よし回った。普通に真正面と敵と打ち合うときは普通にジャンプすればいいよ。よし、ここ、はい、テイクジャンプね決まるとねマジで気持ちいい。こっちはいない、オッケー、決まると本当に気持ちいいだからな。何、うわ奥いんのかよ、これ100キル切れるんではきついか、さすがに。あー勝てよお前、まあテイクジャンプした後はまあぴょんぴょんした方がいいかな。あれ、うっ、うっ、ここ逃げやがったな、あいつ普通に遠距離でも使うから、使えるから、よし、ぴょん、ああ気持ちいい、低空はマジで気持ちいい。またかぶりそう、やばいやばいやばい、俺とこいる、あいるな、かぶっちゃったけどまあいいか。ああいうやつも低空でぶち殺す、よいしょ、うわーい、つえー、うわーい、つって、あ、これは動画がだわ、いい感じ、低空が連続で決まった。ここいいねえな、強いっしょ、強いっしょ、低空とにかく弾がね、まあ、とにかく敵がねいそうなところに低空で飛び込む、うん、こんな感じでいいと思います。まああの、まあ、昔からやってた人は、まあ、低空になってちょちょいのちょいだと思うけど、まあ、飛ぶ作品から入った人はね低空になってできないだろうから、まあ、それ練習場でしてください。うん、バツ丸バツと、ジャンプ、しゃがむジャンプ、うん、まあ慣れればできるから。
よし、ダイヤ出してこれ。で、まあテイクに、よし、慣れてきたはいいけど、慣れてきたほら、ちょっと口が回らん。慣れてきたら、あれ、ちょ待って、説明させて。よし、まだいいな。はい。さすがにきついか。うん。で、慣れてきたら、まあ使う場所や、ジャンプした後エイム合わせる練習をした方がいい。まあ、ボット打ちでも全然できるから、うん、カスタムでねやればいいと思う。終わったな。あ、いい感じ。まあ、まあ、テイクを駆使して82キルと。いやー、もうちょいで1万だったら、まあいいや。で、あ、今回はこれで終わるんで、はい、皆さんもねぜひマスターしてください。じゃあ終わります。